次アニメ。何やってんの？出るとこ探して。お腹すいたんだろうね。アスパラガスの乾燥です。繰り返しなんだ。なんでもない、ママの声が口しないの。ほら、白熊さんさ、前に出た時にずっと元気に覚えてるね。お母さんとマルルポロロです。母と子ではこんなに違います。マルルとポロルです。ならお母さんとマルルポロルが寝ています。これはマルルです。息継ぎをしに顔を出すアザラシに強烈な張り手を浴びせる。怖っ。こっちこっち。潜水時間は2分。ララママの水泳教室の始まりです。鼻ずるずりましてすいません。以上です。ありがとうございます。お母さんと子供です。今環境が非常に
悪くなっております。ホッキョクグマはアザラシを主食としていますが、夏の間氷がない時期は狩りができないため、ほとんど絶食状態で、冬の間体に蓄積された脂肪をエネルギーとして消失しつつ、上陸でおよそ半年間過ごし、再び海に氷が張るのを待ちます。しかし今地球温暖化の影響で春に氷が溶け出す時期が早まり、秋に再び氷が張る時期が遅くなってきています。海に氷が張っている時期が短くなると、ホッキョクグマが狩りができる時間、期間も短くなります。その結果、ホッキョクグマは体に十分な脂肪を蓄えることができなくなり、母親が子供に栄養のあるミルクを十分に与えることができなかったり、飢えたオスが子供を餌として食べるため襲ったりして、子供の生存率が低くなり、生息数が増えない状況となっています。また北極海に、海洋汚染物が集まり、餌を通して北極馬の体内に有害化学物質が、蓄積され、健康や繁殖に悪影響を及ぼしているとの報告もあります。2006年の5月の発表です。国際自然保護連合会からの発表によりますと、地球温暖化に伴い北極圏で急激に環境破壊が進んでいることを理由に、公表したレッドリスト、絶滅の恐れのある、野生動物のリストで、ホッキョクグマ絶滅の危機、一番トップです。以内には北極の氷がなくなってしまう可能性があるとの予想もあり、今野生の北極熊の将来は明るいものではないかもしれません。